ショイスの聖母は、世紀ルネサンスの画家ラファエロ・サンティが、1513年から1514年頃に描いた絵画。幼児・キリストを抱きしめる聖母・マリアと、二人を経験な表情で見つめる幼児洗礼者聖ヨハネが描かれている。ショイスの聖母は、ラファエロのキャリア後期にあたる、いわゆるローマ時代に描かれた作品で、キャリア中期のフィレンツェ時代に、 同様のモチーフで描かれた厳格な様式美の作品とは全く異なる作風の絵画となっている。また、暖色系の色使いは、ティツヤーノや当時のラファイロの競争相手だったセバスティアーノ・デル・ピオンボーからの影響の可能性がある。イタリアの医学者で、モンテッソーリ教育で知られるマリア・モンテッソーリは、この、小イスの聖母を母性に対する死害の情の象徴として、 世界中の子供の家に飾られることを願うとしている。19世紀新古典主義のフランス人画家、ドミニク・アングルはラファエロを非常に高く評価した芸術家である。自身の作品である、子供と遊ぶアンディ4世とラファエロとフォルナリーナの背景の壁に、このショーイスの聖望を描いているほか、リビエール氏の肖像のテーブルに置かれた紙、玉座のナポレオンの絨毯にもデザイン化された、 小椅子の聖母を描いている。ありがとうございます。